城だ。王女に会ってきた。すごいです。どんな方でしたか？言葉遣いは偉そうだが、お前より子供っぽいかもしれない。小さくてもやっぱり王女様は偉いんですね。生まれた時から偉いんだろうからな。カイムさんは王女様と何をされていたんですか？ただ話をするだけだ。それはお仕事なんですか？まあな。王女様を牢獄に連れて行く必要があるんだ。あいつは牢獄に興味があるくせに実態を全く知らない。お勉強してもらうんですね。あ、でも王女様ってお城から出られるんですか？珍しく頭が回るじゃないか。普通に連れ出すのは難しいようだ。まずはリシアに牢獄へ行きたいと思わせなくてはならない。連れ出す方法はその後だ。なるほど。お前ならどうやって牢獄に興味を持たせる？あれ、牢獄に興味があるってことじゃ。興味はある。だが話だけで満足していて足を運ぶ気はあまりない。実際に行ってみたいと思わせる方法はないか？ご飯ですね。飯？私だったら美味しいものがあるって分かれば行きたくなります。お前だけだろ。そんなことないです。女の子は誰でも美味しいものに目がないんですよ。そんなものか。そんなものなんです。やっで見るか。ティア、明日までに牢獄の料理を作れるか。それをリシアに食べさせてみよう。わかりました。誰だ？カイムです。ただいま参りました。入っていいぞ。いろいろ手間取っててな。少し待っていてくれ。ああ。時にカイム、今日はどんな服がいいと思う？普通でいい。それではつまらん。別にどんな服を着ていても、リシアはリシアだろう。なかなかいいことを言うな。だが昨日と同じではな。今日はこれにしよう。これでよかろう。カイム様、頑張ってくださいませ。何のことだ？リシア様は今朝からずっとカイム様のお話ばかりされています。なぜその服を？出会った時の記念の服だからな。この方が話しやすいだろ。別に変わらん。それよりいい匂いがするぞ。何を持ってきたのだ？牢獄風の料理を作ってきたんだ。お前が作ったのか？知り合いだ。私のために用意してくれたのか？もちろんだ。牢獄の飯に興味はないか？ある！食べてみたい！よし。しまった。どうした？食べたいのは山々なのだが、私は毒味していないものを口にしてはいけないのだ。俺が毒味をしよう。それでどうだ？この通り毒は入っていない。いいだろう。
死んだらカイムを恨むぞ。お前を殺しても俺には何の利益もない。毒殺など考える人間は皆そう言うだろうな。ま、今はカイムを信じよう。おいしい。こんなもの今まで食べたことがないぞ。城ではどんな料理が出るんだ？いろいろあるが、これに比べるとあまりピリッとしない。まずくはないが、何度も食べているうちに飽きてしまった。しかし牢獄の料理はとても刺激的だ。牢獄の料理は味付けが濃いんだろうな。塩気や香辛料、薬味を効かせたものが多いらしい。確かにそんな味がする。それはそのまま手で食べるんだ。手で？こうやって食べる。なるほど。これも美味しい。このリンゴはどうやって味付けしているのだ？砂糖で煮て酵素の粉末をまぶしているらしい。城の料理人にも習わせよう。どうだった？美味しかったぞ。こんな美味しいものが食べられるなら死んでも構わないな。アホか。アホ？うん、言葉が過ぎたな。いや、よい。初めて言われたが、なぜか悪い気がせん。牢獄では毎日こんなものを食べている。よかったらリシアも牢獄に行ってみないか？牢獄か。一度は行ってみたいものだ。だが難しいだろうな。無理か。城の外に出るとなると大勢の付きや護衛を連れていくことになる。準備だけでも時間と費用がかかる。それに相応の理由も必要だ。料理に興味があるなどという理由では到底許されまい。ま、抜け出すこともできないわけではない。おっと、今のは秘密だぞ。いつでも抜け出せるのか？準備がいる上に、バリアスが城にいない時でなければダメだ。時期を見て考えよう。その時は俺も手伝う。何でも言ってくれ。頼りにしているぞ。悪いやつだな。毒を食らわば皿まで、と言うだろう。私が毒だと言いたいのか？バリアスと毒味役の奴らに聞いてみたらどうだ？面白いな、カイムは。お褒めに預かり、恐悦至極に存じます。やめろ、気持ち悪い。お前に敬語を使われると、なぜか背筋が寒くなる。そこまで言われる筋合いはない。しかし、この料理には感心した。私も同じものが作ってみたい。お前が？もちろん、私が作る。バリアスにさえ見つからなければ問題ない。この時間、奴は場外で訓練中だ。バリアスの行動を把握しているのか？当然だ。そうでなければ抜け駆けなどできん。その労力はもっと別のところに回した方がいい。小言は聞きたくない。いいからついてこい。これは命令だ。仕方ないな。料理長、料理長はいるか？何用でございましょうか？作ってみたい料理があるのだ。厨房の一角を貸してくれ。リシア様、それは我々がバリアス様にお咎めを受けます。安心しろ、バリアスは昼まで連兵場だ。ですが、いざとなれば私が助ける。
それでよかろう。わかりました。お使いください。では、早速作ろう。カイムはそこで待っていろよ。できたら味見をさせてやる。仰せのままに。災難だな。あなたはルキウス教の補佐官だ。ああ、噂の。バリアス様がいらっしゃらないとご覧の通りです。私どもの立場もお考えいただきたいところですが。リシア様は普段からこんなことを。日常茶飯事ですよ。料理の腕前は。お手を切らない程度には。ですが、素質は十分に終わりになるかと。あの味は、多分この野菜とこの野菜だな。調味料は。我々の仕事に理解をお示しくださるのはありがたいことです。ですが、リシア様には、リシア様にしかできないことをしていただきたいですね。邪魔をするぞ。なった。バリアス様。料理長、どういうことだ。以前リシア様を厨房にお入れするなと命令したはずだが。申し訳ございません。ここに。王城に急ぎの用がございましたが。リシア様、ここで一体何をなさっているのですか。リシア様は王女であり、いずれは病床にある国王陛下に代わってこの国を治めなければなりません。失礼ながらリシア様は国王陛下の教えを理解していらっしゃらない。これでは国王陛下もご安心できますまい。黙れ。私には私の考えがあってやっていることだ。お前に何がわかる。わかりません。よろしければお考えとやらをお聞かせ願えないでしょうか。私は下々の気持ちを理解したいと思っている。こうして働くことでそれが理解できるはずなのだ。召使いの真似事で下々の心が理解できると、私にはとてもそうは思えませんが。何だと。お前たちにはリシア様を厨房にお入れしないよう命じていたはずだ。私の命令を無視した罪を償ってもらおう。ここにいる全員に一回ずつ鞭打ちを行う。そんな。悪くない。罰するのなら私にしろ。国の王たるもの、その一挙手一投足に民の命がかかっているのです。王が愚かであれば国は滅びます。リシア様、この者たちが罰を受けるところをしかと目に焼き付けていただきます。自らの軽率な行いがどういう結果を招くのか真摯に受け止めていただきたい。待ってくれ。なんだ。先に言っておくが、言い逃れはできんぞ。元はといえば、リシア様をお止めできなかった俺が悪い。料理人たちは勘弁してやってくれ。罰なら俺が受ける。どういう風の吹き回しだ。筋を通したいだけだ。料理人たちと貴様自身の分、合わせて6回の鞭打ちとなる。受ける覚悟はあるか。もちろんだ。その勢いよし。だが手加減はしないぞ。
元より期待していない。この駅騎士団の仕置きがどの程度か存分に見せてもらおう。すまない、カイム。気にするな。痛むか？さすがに痛くないとは言えないな。カイムが身代わりを申し出るとは思わなかった。料理長が礼を言っていたぞ。そうか。しかし、傷だらけの背中だな。今までどんな生活をしてきたんだ？牢獄で生きていれば、多かれ少なかれこうなる。お前は、強くて優しいな。私の父上とそっくりだ。そいつは光栄だ。その、なんだ、礼を言わなければならんな。やぶから棒になんだ。ありがとう、カイム。嬉しかったぞ。お前のおかげで、なんとなく目が覚めた気分だ。気にするな。そればかりだな。今後、私は召使いの真似事は控えようと思う。お？ワリアスの言うことを聞くのは尺だ。だが、私はカイムがこれ以上傷つくのを見たくない。だから、これからも私のそばにいてくれないか？ああ。リシアが望む限り、そばにいよう。気持ちいいな。頭を撫でられるなんて、いつぶりだったか。バリアスも、カイムくらい優しければいいのだがな。あいつとは仲が悪いようだな。まさか、正面から言い合いをするとは思っていなかった。あいつは、父上に忠誠を誓っているだけで、私の命令は聞かない。それどころか、父上の教えだと言って説教ばかりだ。バリアスなど大嫌いだ。だが、あいつの言っていることは至極まともだ。少なくとも、お前よりは正しい。カイムまでバリアスの味方をするのか？バリアスは、自分が理想とする国王のあり方ばかり押し付けてくる。二言目には父上を引き合いに出してな。だが、父上はそんなに厳しいことを言うお方ではない。そうなのか？王は全ての国民の父であると、国王陛下は言っていたんだろ？それならバリアスが言っていたことと、さほど遠くないと思うが。そんなことはない。父上は、家族思いの優しいお方なのだ。どうしてそう言える？本来は秘密なのだが、お前にだけは教えよう。先日、執政公が進めている研究の話をしたな。あの研究は、父上が私のために始めたものなのだ。それで？これは、父上が執政公にだけ話したことらしいのだが、自分が全ての国民の父であるのは自明のこと。研究は、都市の住民全てが明るい未来を迎えられるよう行っている。だが本当は、私の未来がかかっているからこそ研究を始めたということだ。それを聞いた執政公は、研究を何よりも優先して進めていくことを父上に約束したのだという。だから、この研究は父上から私への贈り物なのだ。しかし、執政公の施策はあまり褒められたものじゃない。牢獄民は困窮し、羽狩りは羽付きを乱暴に借り出している。またその話か。ルキウスと同じで、カイムも心配性なのか？
失政校は噂話を鵜呑みにしているだけだと言っていたぞ。俺は牢獄出身だぞ。全て事実だ。現状と国王陛下の言葉には大きな隔たりがあるようだな。執政公は王は全ての国民の父であるという言葉をないがしろにしている。ま、少なくとも牢獄民や羽根付きの父親ではないらしい。父上の教えも執政公も間違っていないはずだ。牢獄の実情を見ても同じことが言えるか？もちろんだ。なら実際に見てみろ。本当の牢獄がどんなものか俺が教えてやる。だが自分の目で何が真実なのか見極めろ。執政公の言葉を鵜呑みにしていてもバリアスは見返せないぞ。わかった。そこまで言うなら牢獄に行ってやろう。どうやって城を抜け出す？今日のうちから体調の悪いふりをして人払いをする。明日は一日部屋にこもっているように見せ、こっそりと抜け出すのだ。正門は当然使えない。裏門から出入りする食料搬入の馬車に乗り込むのだ。お前は明日の朝一にこの部屋に来て、荷物を馬車へ持って行ってくれ。荷物？私のことだ。大きなカバンの中に身を隠す。御者とは仲が良くてな。男に王女様からの贈り物だと伝えてくれればわかるはずだ。わかった。お前以前も抜け出したことがあるな。何のことだ？庭師か、ご苦労だな。はい、ありがとうございます。庭師は長いのか？それはもう国王陛下がお若い頃より庭師を申し使っております。俺は最近この城に来たばかりでな、いろいろとわからないことが多くて困っていたんだ。ちょっと話を聞いてもいいか？ええ、もちろんでございますよ。まずは、そうだな、ネビル卿のことは知っているか？え？存じ上げております。まだ国王陛下がご検証だった頃のことですが、当時はネビル様が執政公と呼ばれており、長い間国王陛下をお支えしておりました。今の執政公ギルバルト様はネビル様の右腕としてご活躍されていました。そうだったのか。ネビル卿とギルバルト卿の関係は良かったのか？当初は政策が一致されていたのですが、ある時からご意見を違えるようになったと伺っています。ネビル様が体調不良を理由に隠居されてからはギルバルト様が政治を見られるようになりました。確かに不穏な噂はありました。ですが当のネビル様がご自身で隠居されるとおっしゃいましたので、噂は立ち消えになりました。グランフォルテがあってからご辛労からか国王陛下も急に体調を崩されてしまいました。おいたわしいことです。当時リシア様はおいくつくらいだった？まだお言葉を覚えかけの頃だったかと存じます。その頃から国王陛下の代理を務めていらっしゃるのか？国王陛下のお達しで執政公がリシア様をお支えすることになりました。またバリアス様もリシア様のご教育を任されたと聞いております。ご幼少のリシア様は
それはそれは可愛らしゅうございました。ですがリシア様もそろそろ分別を学ばれるお年頃、国王として立派に独り立ちされる日が来るとよいのですが。あの様子じゃまだ先は長いかもな。あなた様はリシア様にお目通りされたことは？今日も話し相手を務めてきた。ああ、あなた様が例の。料理人に代わりお一人で鞭を受けられたと伺いました。ご立派なことでございます。大したことじゃない。あなた様は勇敢なお方ですね。国王陛下がご健在であらせられればさぞ気に入られたでしょうに。国王陛下はどういうお人柄だったんだ？厳格なお方でした。国政を何よりも重んじ、誰にも公正であるようにと貴族方に語っておられたのを覚えております。王は全ての国民の父であるというやつか。ええ、そうです。王は全ての国民の父である。これはノーバス王家に代々伝わる家訓なのです。国王陛下は公正であらんとするため、ご家族へは特に厳しく接しておられました。王妃様も早くに亡くなられましたし、リシア様は随分と寂しい思いをされたことでしょう。リシア様はお優しい方です。私は今のままのリシア様がとても好きですが、国王におなりになるには少しお優しすぎるかもしれませんな。ご苦労だった。出直そう。そうしてくれると助かる。概要だけは報告しておく。明日はリシアとお忍びで牢獄へ行くことになった。お、素晴らしい成果だ。関所の通行証をもらえると助かる。手配しておこう。失礼します。誰だ？ルキウスか？誰だ？申し遅れました。私はルキウス様の配下の者です。失礼ですが、ネビル卿でしょうか？ルキウス、はあ、ルキウス、どこだルキウス、どこにいる？お部屋を間違えました。失礼いたします。なぜ呼ばれているのに貴様はすぐに来ない？
キウス様。大丈夫だ。私におつかまりください。すまない、システィナ。着きましたよ、旦那。世話になった。死ぬかと思ったぞ。冗談を言うな。見つかったら俺とこの親父の首が飛ぶ。平気だと言っているのに、お前は心配性だな。お前のおかげで無事抜け出せた。礼を言うぞ。リシア様の頼みとあっちゃ断れませんや。夕刻にまたここへ来やす。それまでに戻ってきてくださらないと置いてけぼりになっちまいますよ。わかった。では行くか。その前にちょっといいか。なんだ。牢獄でお前が王女だと発覚すれば面倒なことになる。どうなる。殺されても文句は言えん。バカなこと。冗談は言っていない。先に言っておくが、お前が知っている牢獄と現実は全く違う。お前のためにも打ち合わせをしておこう。ああ。まず偉そうな口調はどうにかならないか。偉そうと言われても意識したことがない。牢獄では些細なことでいさかいに発展する。普通の町娘のように話してもらいたいんだが。町娘など見たことがない。難しいことを言うな。ならできるだけ偉そうな態度は控えるよう心がけるだけでいい。とにかくおかしいと思っても下手に言い返すな。気をつけよう。関所はルキウスがあらかじめ通れるように手配してくれている。リシアは俺の妹ということになっているから、そのつもりでいてくれ。妹？今からお前はリシア・アストレアだ。リシア・アストレアか。面白そうだな。私はカイムの妹に見えるかな。見えないだろうな。身なりが綺麗すぎる。これでも一番地味なものを選んできたつもりなんだが。こんなに賑やかだとは思わなかった。市場は初めてか。みんなはここで何をしているんだ。物の売り買いだ。ここを通っていくぞ。はぐれるなよ。うん、心配ない。手間をかけるな。な、何をする。俺の動きに合わせろ。大丈夫か。うん。なんとか抜けたな。ああ。どうした。なんでもない。それよりいい加減手を離せ。悪いな。
別に構わんが。お嬢ちゃん、上品な服着たお嬢ちゃん。ほら、これをどうぞ。なんだこれは。あんずを水飴で煮込んだものだ。甘くてうまいぞ。くれるのか。そうしてやりたいんだけどね。一つでどうか三枚だよ。私は金を持っていない。そこのあんちゃんに頼んでみなよ。行くぞ。そうせっかちにならないでさ。一度食べたらやみつきになるうまさなんだから。おいしいのか。お前は何しに来たんだ。分かっている。だがそう何度も来られるわけではないのだ。ほらよ。どうも。ありがとうカイム。最初で最後だぞ。分かった。素晴らしい味だ。こんなものは初めてだ。行くぞ、歩きながら食え。うん。優しいな、お前は。手が塞がっていればこれ以上買い食いができないだろう。やはり優しくない。ああそうだ。皆無じゃないか。よう。仮装に何の用だ。これから牢獄に行くところだ。ああ最近は上層にいるんだったな。そっちの子は売ろうと思ってな。なるほど。いやそれは良くない。本気にするな。でその子は知り合いなのか。気にするな、羽根つきじゃない。仕事で聞いているわけではない。個人的に聞いているのだ。私は怪しいものではない。カイムの妹だ。カイム、お前は何人妹を作るつもりだ。ちょっと詰め所まで来てもらおう。カイム、話が違うぞ。こいつは俺の知り合いだ。俺に家族がいないは知っている。早く言え。うちはもめも詰め所でしてもらおうか。待て、面倒を起こすな。お前が言うな。ああもうやめろ。私は望んで皆無といる。そのことに間違いはない。そう言えと脅されているんじゃないのか。違う。貴様はなぜ私の素性を調べる。どういうつもりだ。貴様？ともかくもう問題はないはずだ。またな。あ、こら！疑問があればルキウス卿に聞いてくれ。あの女は何なのだ、偉そうに。羽狩りだ。あれが制服を覚えておけ。絡まれると面倒だぞ。うん、わかった。牢獄から見ると威圧感があるな。どうしてこのようなものがあるのだ。牢獄民を閉じ込めるためだ。閉じ込める？通行証があれば通れるのだろ。持っているのはごく一部だ。大半の人間は仮装にすら行ったことがない。おかしいではないか。なぜいけぬ。見ろ、牢獄は周囲を絶壁に囲まれているだろう。そうだな。要は牢獄の危険な人間が仮装に入り込んで治安が悪化することを恐れてるんだ。しかし牢獄が危険になったのは国が何もしなかったからだろ。
おかしいではないか。牢獄民ならおかしいことは誰でも知っている。だが変わらない。なぜだ。政治をする人間がおかしいと思っていないからだ。王は全ての民の父らしいが、どうやら牢獄民は数に入っていないらしい。そんなことは現実だ。まあいい、これから見ていこう。どこへ行くのだ。知り合いで医者をやってる奴がいる。そいつのところだ。これが崩落か。ただここにいたという理由だけで何もかもが落ちる。遺言も遺品も残さずに。行こう。関所の前の広場とは違うだろう。ああ、錆びれているな。それに何か匂う。牢獄の匂いだ。ゴミか糞尿か死体か、まあそういうものが混じった匂いだ。不衛生だな。これが牢獄の普通だ。カイム、聞きたいのだが、その道に寝ている者たちはどうしたのだ。家も金も食い物もないんだ。ここで誰かが金を恵んでくれるのを待ってる。先日の崩落でさらに増えたようだな。お姉ちゃん、何か送れよ。腹が減ってさ、死にそうなんだ。なあ、何かをくれよ。頼むよ。腹が減って死にそうなんだ。優しくしているうちに消えろ。やめろカイム、子供は何も悪いことはしていない。同情は無意味だ。ガキ、いつまで寝てる。さっさと行け。お前、あのような子供に乱暴を振るうなど、あの子はお腹が空いていたのだ。なら今から追いかけて首飾りをくれてやれ。子供は怪我をしていたのだぞ。転ばせることはないだろう。腕が折れていたことを言っているのか。ああ、あれは親がやったんだ。どういう意味だ。その方が同情が引けるだろう。乞食の親はよくやることだ。そんなバカなことがあるものか。子は親の宝だろう。腕を折った方が子供が長生きできるんだ。親の愛情じゃないか。そんなことが許されていいのか。俺に言われても困る。奴らを救える人間がいるとすれば、それは政治をやってる人間だ。行くぞ。邪魔するぞ。あら、カイム、上層に行ったんじゃなかったの。こっちに用があってな。で、それは。また新しい子を買ったの？バカ言うな。変態野郎。お前もいたのか。悪い。どうした？怪我か？豚に殴られた。小さいのを殴るのが趣味だったんだって。水凶なもんだ。なあ、カイム。なんだ？先ほどの私を買ったというのはどういう意味だ。娼婦の身請けのことだ。召喚主に金を払えば
娼婦を自分のものにできる。私は娼婦ではない。だからこいつらが勘違いしただけだ。で、その偉そうなのは何？金持ちのガキ。リシア、こいつらには本当のことを言っていい。そうか。私はリシアド・ノーバス・ユーリー、ノーバス王家の王女だ。は？バーカ。バカとはなんだ！冗談にしてもつまらない。悪いが事実だ。意味わかんない。で、王女様が何の用？お忍びで牢獄の視察に来た。王女に牢獄の現状を見てもらおうと思ってな。面倒だろうが話を聞かせてやってくれ。別にいいけど。リシア、こっちの背の高い方がエリス、医者だ。もう片方がアイリス、娼婦をやってる。娼婦？こんな小さな体でか？それが売りだ。そんな文句ある？いや、そのどうして娼婦を？好きでやってるわけじゃない。リシア、エリスに聞きたいことは？先ほどたくさんの小敷を見たが、牢獄はいつから貧しいのだ？牢獄ができた時から。昔からか。おまけに先日の崩落で余計にひどくなった。牢獄の食料は全て上から運ばれてくる。だが十分な量が運ばれたことはない。慢性的な食料不足だ。私たちは恵まれている方だけどね。痩せすぎたら客がつかない。娼婦をせずに食事を得る方法はないのか？あるか、バカ。こういうのはどうだ？アイリスを今日から召使いとして召し抱えよう。そうすれば娼婦などしなくても済むぞ。舐めるな、ガキ。なぜ？良い話ではないか。私の家は貴族だった。死生校とかいうのの粛清でみんな死んだ。だから私はここにいる。初耳だ。死生校が粛清などするはずがない。何かの間違いだろう。死ね。エリス、手拭きを。いいけど、体拭いたら出て行って。面倒すぎて気が狂いそう。拭け。すまない。王女様だっけ？あなた、もう少し頭使った方がいいから。知らなかったで許されるのは子供、大人は知らないことが罪になる。すまない。手拭きは牢獄に来た記念に差し上げるわ。世話をかけたな。いいえ。行くぞ、リシア。思わなかった。驚いたよ。なぜアイリスが怒ったかわかるか？はっきりとは。考えろ。あいつの家族は死生校の粛清にあった。だからそれはアイリスの気持ちの話なんだ。あいつの中の考えが全てだ。そうだな。あいつは王家を恨んでるだろう。死生校が粛清などを行えるのは王家が彼を自由にさせているからだ。その王家の人間が大して事情も知らないくせに一時の同情で身請けするという。アイリスの人生はどれだけ王家にもてあそばれればいいんだ。そうか。私はアイリスの今までの人生をないがしろにしたのだな。
恨みも悲しみも苦労も知らず、ポンと金で解決だ。私は、あいつを、物扱いしていたのだな。分かったようで何よりだ。お前はまだ救いがある。だといいが。生きてきた世界が違うんだ。多少のすれ違いはある。俺も城に登れば何も分からないガキだ。同じようなものさ。カイム、優しいな。勘違いはするな。もしお前が考えることをやめれば、俺は見放す。ああ、その時は遠慮なく見放してくれ。今日牢獄で見たことは全て覚えておく。覚えて、よく考える。それでいい。おい、止まれ！リシア、立て。なんだ？おい、大丈夫か？やめておけ。なぜだ？そいつの背中を見ろ。羽根つき。そこを動くな！あの服。絶対に助けようとするな。見るのが辛ければ俺の後ろに隠れていてもいい。いや、見る。手間かけさせやがって。お前らガキの身内か？いや、通りかかっただけだ。本当なら嬉しいね。仲間でもやられたか？ああ、刺しやがった。死んだのか？生きてるが、もう剣は触れない。結婚したばかりだってのによ。お楽しみのところ、邪魔したな。ああ、ご苦労さん。もう大丈夫だ。羽根つきは皆、今のように保護されるのか。マシな方だろう。もっとむごいのはいくらでもある。しかし、羽根狩りも仲間をやられたと言っていたな。それもよくあることだ。今の羽根つきはどうなる？治癒院に送られ、帰っては来ない。治療法が見つかっていないからな。そんな。なの、あんまりだろ。どうにかならないのか？ならない。こんなことは牢獄じゃ毎日起こっている。一人や二人どうにかしたところで何も変わらない。全員を助けろというのか？無理だ。本当にそうか？見て考えるんじゃなかったのか？確かに力ある政治家なら皆を救えるかもしれない。だが私には何の力も。諦めているうちは何もできないだろうな。変われ。今日、今すぐ、ここで。そうだな。しかしどうやって変わればいい？自分で考えろ。最後に案内したいところがある。ついてこい。ここは？先日の崩落で死んだ人間の墓だ。と言っても遺体は埋まっていないがな。家族や親しい人間を失った奴らのための墓標だ。置かれているものは？
遺品だ。すべてが遺品なのか。死生子は被害は少ないと言っていたぞ。嘘に決まってる。見ての通り被害は甚大だ。落ちずに済んでも家や仕事を失って路頭に迷う者も少なくない。国からの支援はない。しかしルキウスは私的に支援を行ってくれている。失政校の妨害で大量には物資を送れないらしいがな。失政校が妨害を知っていたか。いや知らない。本当に私は何も知らないのだな。な、リシア、聖女が都市を浮かせていないことは知っているな。なら何が都市を浮かせているか知っているか。聞いていない。カイムは知っているのか。それを知るために俺は牢獄から上層に上がった。なるほど。都市が浮いている謎は失政校が握っているらしい。ルキウスは崩落が人為的なものではないかと疑っている。失政校は崩落を止めるための研究をしていると言ったな。それなら逆に崩落を起こすこともできるんじゃないか。バカを言うな。なぜ失政校が崩落を起こさねばならない。失政校が行っている研究は謎が多い。リシアも研究の内容は教えられていないんだろう。怪しいとは思わないのか。それはお前はこの牢獄の惨状を見てどう思った。失政校は真に至る人物だったか。少なくとも失政校の言葉に嘘が混じっていることは分かっただろう。失政校は崩落の犠牲者は少ないと教えたと言ったな。さまつな嘘ならいい。だが崩落の犠牲者の数だぞ。嘘をついていいことかどうかお前ならわかるだろう。ああもちろんだ。失政校の言葉が全て嘘だとは言わない。だが信じる前に少し考えてみろ。そうすることでリシアは変わっていけるはずだ。